愛知県立安城東高等学校は愛知県安城市に所在する公立の高等学校。1976年に創立され全日制普通科の教学校。2年次より文系と理系のコースに分かれて学ぶ。2018年からは専門コースとして国際理解コースが新たに設けられた。地元での略称は安藤安城市内では東高と呼ばれることもある。 制服は創立以来、男子が黒の爪襟学生服、女子は青いネクタイのブレザー。2017年度に夏服のデザインが変更し、女子は7分袖ブラウスが追加された。ゼミと呼ばれる課外授業を行い、生徒の学力を向上させるために積極的である。芸術の選択科目が音楽か書道しか選択できず、美術を学ぶことができないため、 改善が求められている。進学や就職についての講演会や、大学の講師を呼んで様々な分野の授業を選択して受ける、大学出前授業など、様々な取り組みを行っている。2006年に必修科目とされている、地理歴史科など一部科目の単位不足や、未利修が明らかになった。学校側は謝罪し、放課後や冬休みに補修が行われた。 2012年度より、早朝課外学習を減らす代わりに、授業を1時間増やすことを決めた。国際理解コースは、夏休みの間に生徒がシンガポールを訪問し、文化や英語の研修を行っている。1980年代末から1990年代は、東京大学への合格者もたびたびあり、愛知教育大学、愛知大学、 豊橋技術科学大学などの大学に浪人も合わせた合格者数が日本一になったり、アメリカやドイツへ海外留学に飛び出した卒業生が出るなどの進度実績があったが、その後は大きく落ちており、2021年度の現役での国公立大学合格者数は計138名、このうち旧帝国大学合格者は10名であった。 浪人では7名の国公立大学合格者が出た。私立大学の現役での合格者数は1297名。短期大学や専門学校への進学者のほか、就職や留学する者も時々若干名出る。オーストラリアに3校の姉妹校を持ち、生徒間の国際交流活動に力を入れている。AFS で海外からの留学生も毎年積極的に受け入れている。 野球部は全国高等学校野球選手権、大会愛知県予選にて3度ベスト8に進出した実績があるほか、全美川高等学校野球大会の優勝実績もある。男子ソフトテニス部、弓道部、陸上部、水泳部が全国高等学校総合体育大会に出場した実績を持つ。吹奏楽部は 全国高等学校総合文化祭に出場した実績があり、毎年4月に定期演奏会を行っている。また1987年には第7回全国高等学校クイズ選手権に愛知県代表として全国大会に出場した。ありがとうございます。